これ合ってますよね、これ、はい、形としてはね。でこれで最大最小しなさいってことだよね、はい、でこれをしないといけないんだな。FA と FA たす1の計算をしないといけないわけだ。だよね。だいたい最大最小。A から A たす1で、まあ、範囲で最大最小をしなさい。わかります。このグラフの A から A たす1の最大最小。というか最大だけ求めなさい。そうすると。3a 事乗マイナス 9a プラス4になってるわけ。アルファベータを求める式。ああ、計算合ってるわけ、ね。で、これがもう強力な数字になるわけだよな。強力数字で答えはどうなってるの ？a イコール、はい、6分の9プラスマイナス √3 です。まあよくあるパターンね。だからプラスの方をアルファとしてマイナスの、ああともかくあれだな、あの一緒になるとこが出てくるからさ。写真だけだと思うよ、この手の問題は。これアルファとして、これをベータぐらいしておけばいいわけだな。わかりますね。一緒のことやってますよ。ただ YouTube 撮ってるだけですから。はい。そしたら、あとはこの大小関係がうざいけど、まあ、細かくやっていくしかないでしょうね。こうなった時に、最大でいいわけだから、そうだよね。これよりもちょっと、ここよりも、まあ、ここはベータですよね。こっち側に A があれば、まあそうだよね。A たす1だから、最大値はこれになるよね。だから、これの時、最大値は FA たす1です。これは1個できました。見えてます？大丈夫ですか？で、もうそれ一つの図に書くともうわけわからんから、もう一個書いちゃって、で、角から修理やっていくといいから、まず A で、ベータよりも大きい範囲は全部完了しました。で、A がベータと等しいときは、こうだから、2つ答えになるわけね。だから A と A たす1だから答えは FA と FA たす1が最大値になりますと。こういうふうですね。で、これで片付きました。これがね。いいですね。これの時がこれになって、これの時はこれになりましたということですね。で、次に、考えられるのはこんなやつだよね。こんなやつでしょ。要するに範囲としては今ここが終わったからちょっとでもこっちが高い、もしくはこうこうここまでにしましょうか。そしたらこの A があって、ここのところが、1ですか。1なんですね。1よりも A が大きければA たす1でこうなるから、最大は常にこっちになってるよね。
だから、で、ベータ1が1よりも大きく、ベータよりも A が小さい。ベータ、嘘ね。ベータになったら等しくなるからね。高さが等しくなるから、ベータより小さいときは、最大値は FA でしょう。というふうになりますね。こうなりますね。FA でしょう。で、そうなると、1からが詰まったわけね。1からが詰まりました。ついてきてますか。はい、そして、今度はこうなってここはちょろっとかかるようにしたいわけね。ちょろっとで最終的にこれが最小をしないからここまででいいんだよな。ここまででいいよね。ってことは、これが1で A たす1がこうなればいいわけだな。そうすると A が0より小さいと、A が0より小さいときはもう一度言うとどうなるのかな。ちょっと待ってね。 A たす1と1で A たす1と1がこっち来たらごめんなさい、それじゃダメなの。終点がここ、今こっちまで来たんだよな。あとこの山にかかるのが欲しいのか。山にかかるのが欲しい。ちょっと先に1個先やっちゃったね、ごめんなさいね。今はここのギリギリまで来たから今度山にこうかかって最大を F1 で分にしたいわけだな、意図的に。そん時は FA たす1というのがともかく1より大きくないといけないんだな。そうか、こうならないといけないんだな。以上でもいいんだよな。ちょうどてっぺんのところに来ればいいわけだから、そしたら A が0より大きい、0以上の時、これ1移行したからね。そしたらその時は F1 だと。 F1 だと。ただその問題はまだあるんだよ。 A が0以上って言ってもずっと0以上ずっとやっちゃいけないから、あと範囲的に出てるのが1になってるから、多分ここのところが1以下ってつくんだろうと思うんだよ。最悪の時だよ、まあ、まあ考える時間がなかったり急いでる時だよ。だけど考えてみたら、A がそうだよね、スタートが A がこれよりもこっち来た瞬間ここは最大でなくなるから、これアップですよね。 A が1まではいいわけですね。で A たす1がそのここの最初の終点がここのトップにつかないといけないから、トップよりは1より大きくなってきます。だからこれを解いたら0から1までの時はこれですよということなんです。したらもうあとは手に汗る、もうやったって感じのところありますけど、このしかこれしかないよね。ということは A たす1のこれが、1だからこうなった時だね、さっき早くやっちゃったね。だから A が0より小さい時は最大値は FA たす1というふうになります。これで全部うまく埋まってるはずです。すいません。で、負けわからないですけど一応アップしておきますんで見てください。